熊谷博士は日本の指揮者、作曲家。コンサートや映画音楽のレコーディング等で活動している。福岡県に生まれる。福岡県立山高等学校卒業後、武蔵野音楽大学作曲学科に入学し、クラウスプリングスハイムに作曲を指示する。1957年、日本フィルハーモニー交響楽団に打楽器奏者として入団する。 1960年代はニューディレクション設立にあたり、同人として現代音楽と積極的に関わる。片原式を渡辺明夫に指示し、室内合奏団を組織し、放送、演奏会などで式活動を行う。1970年、日本フィルを退団と同時に打楽器奏者を引退、同年日本フィル特別演奏会において式者としてデビューする。 1971年、自身の企画によるコンサートクラシックスシリーズを主催、在京オーケストラの協力を得て年間数回の公演を開催する。1979年、日本の音楽展を開始する。1989年、開催10年の実績に対し、第6回、中島健造音楽賞優秀賞を受賞する。1998年、 開催20周年を機に、作曲家の松村定蔵、広瀬良平、三好明、佐藤敏直に選考委員を依頼し、日本の音楽展、作曲賞を設立する。1981年より第9と皇帝を企画プロデュースする。在京オーケストラの協力を得て、客演指揮者を招きながら、年末恒例の演奏会として定着し、自身も指揮を担当する。 1989年、オーケストラ在籍奏者やフリー奏者によるシンフォニーオーケストラ、グレートアーティストイン・ジャパンを結成、以降、同オーケストラを指揮して、第9と皇帝にレギュラー出演している。指揮活動は、レコード、CD、映画音楽のジャンルにもわたり、映画音楽では、砂の器、公共組曲宇宙からのメッセージほか、アニメーション音楽では、 公共組曲宇宙海賊キャプテンハーロック。公共組曲サイボーグ009。公共市銀河鉄道39。もののけ姫等を指揮している。合唱組曲宇宙戦艦ヤマトでは日本コロンビアよりゴールデンディスク賞を受賞した。現在、指揮活動のほか、コンサートのプロデュースやミュージックディレクター等も務めている。ありがとうございます。